50センチぐらいの津波でもうほぼ立っていることができませんし、やはり2メートルぐらいになってきますと通常の木造の建物ですと当然持ちこたえることができなくて流されてしまいます。で10メートルを超すような津波になってきますと、そうなってくるともう鉄筋コンクリートの建物でも鉄筋コンクリート自体の壁が破れたりとかですね。